はい、皆様、こんばんは。令和6年2月の22日木曜日の、ワンヌウムイの収録、これから開始いたします。なお本日は、皆さんご期待の、放送事故作家マンゴー仮面さんは、お仕事でお休みということでございまして、本日は私とタカさんと岡目八目さんの3名でお送りさせていただいております。なお先週、先々週と、メインはタカさんの方が務めていただきまして、誠にありがとうございます。私の時と違って結構真面目な話でね、聞き入った方もいるかと思いますけど、はい、今週からまた思いっきり弾けた番組に、舞い戻りということで、またお聞きいただければ幸いでございます。ではこれから、本日の収録開始いたします。はい、本番、5秒前、4、3、2。皆様こんばんは。令和6年2月の22日木曜日、今週もやってまいりましたワンヌウムイの時間です。この番組はすべての子どもたちに笑顔を届けたい、子どもに笑顔を送る会ありがとう、浦添市ぐすくま通りにあります特定非営利活動法人手だこ、そしてアップルパイの美味しいお店クッキング手だこ、共に日本の未来を創造する SNS フリージャパン、タクシーのパーツと自動ドアのことならすべてお任せの沖縄タクシーマート、以上各社を応援いたしております。なおこの放送は YouTube チャンネルチャンネルボギー様のご支援でお送りさせていただいております。はい、ということで皆様2週間ぶりでございます。当番組メインパーソナリティの、ボギーテドコンでございます。2週連続ちょっと仕事のね都合がありましてお休みさせていただきました。その間ね、ピンチヒッターでタカさんの方がメインでいろいろお話をしていただきまして、結構聞き入った方も多かったかなと思います。なお本日は、皆さんご期待のHK マンゴー仮面さんがまたお仕事でお休みということでございまして、私とタカさん、そして岡目八目さん、3名でお送りさせていただきます。ということでタカさん、はい、はい、お久しぶりでございます。こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。はい、そして岡目さん、こんばんはでございます。はい、こんばんは、よろしくお願いします。はい、ということでね、今夜もいろんな話、山積の、ワンヌ海、どんなお話が飛び出るのか、また皆様耳タッチューしてね、聞いていただきたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
皆様改めまして、こんばんは、当番組メインパーソナリティの、ボギーテドコンでございます。まあ、2月もね、もう後半に入りまして、中南部の方は、ご自宅にね植えられている桜などが、まあ、次々に、まあ、咲き始めておりまして、まあ、私の近所のお家でも、この個人のね住宅に植えられている大きな桜の木が、まあ、満開になっておりまして、まあ、そこにメジロがね来て、鳴いてるのを見ると、まあ、まさに沖縄春爛漫という感じでございます。まあ、先日ね私の友人が、北部のね元部の八重岳の方に、まあ、桜を見に行ったらですね、まあ、桜をね花を咲かせている木はわずかで、もうほとんどが葉桜になっていたということでございます。そしてみかんの方も時期が過ぎる、ね、そんな感じでございまして、まあ、沖縄は、まあ、春から初夏にねもう本当に早いスピードでどん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 、まあ、移り変わっているんかななんて思っております。まあ、春といえば沖縄ではですね、まあ、旧春ということで、まあ、あちらこちらでね、プロ野球のキャンプをやっておりまして、まあ、最近ではねこのキャンプをやってるせいか高さん道も渋滞してたりするんですよね。そうですね、特に去年からは新たに阪神タイガース2軍がうるま市でキャンプをやるようになって、はいはいはい、まあ、うるまの方でも結構車が混んでるっていうような状態になっておりましたね。はい、まあ、私もねこのスタジオ来るときに、まあ、本当にこの国道330結構渋滞していまして、はい、まあ、浦添市の方に入っても浦添がまた渋滞してるっていう感じでね、はい、まあ、浦添の方とかあと中部ではまたマラソンとかもあったっていうことでね、まあ、そういったのもやっぱり影響してるのかななんて思いますけど、まあ、日曜日にね渋滞っていうのはちょっとね考えられないなと。そうですね、その沖縄マラソンなんですけども、年によって3月の初旬にやっていたこともありますので、なるべくちょっとプロ野球のキャンプの時期と重ねないようにしてほしいですよね。まあ、ちょっとしたね工夫でそういった渋滞の方は緩和されると思いますけど、まあ、最近特に私感じるのはワナンバー、はい、レンタカーもかなり増えていまして、まあ、岡部さん、このね、茶壇なんかでも観光客だいぶ増えてますよね。そうですね、なんか中国は不景気だからもっと少なくなるのかなとか思ったら、意外に中国人も多いですしね。はい、まあ、もちろん韓国人とか台湾人も多いですし、かなり賑やかになってますよね。そうですね、まあ、最近のこの茶壇のね一番賑やかなデポアイランドとかあの辺りでは県外の観光客より国外の観光客が多いようなね、うん、そんな感じがしていまして、まあ、特に私が感じるのは韓国の方が多いかなと。はい、でただねこれ本当にうちのあちの皆さん考えてほしいんですけど、韓国の方だろうがね、中国の方だろうが、それから台湾の方だろうが、英語がね結構通じるんですよね。そうですね、はい、まあ、英語っていうのは世界の共通語と言われてましてね、まあ、本当に英語が全く喋れないのは日本ぐらいじゃないかななんて思ったりするんですけど最近でも若者は中心に海外に出歩いたりとかワーホリとかしてる人も多いですから、若年層は結構英語慣れしてる人も多いんじゃないですかね。うん、そうですね、まあ、だからね私も仕事で行ったりとかするんですけど、その時にねたまたまそういった韓国の方とかと席一緒になったりするとね、どこから来たんですかっていうことから始めていろいろ話盛り上がったりするんですけど、やっぱりねこの沖縄の子供たちのうちからやっぱり英語っていうのはどんどん勉強させた方がいいかななんてね私思うんですよね。そういう意味ではその米軍基地っていうのが近くにあるんですから、そういう米兵とのその協力体制で沖縄の人たちは英語はすごくできるんだみたいな形で、もうねデニー知事とかも そういう盛り上げ方をして、知性で勝負できる沖縄県民みたいなことね、スローガンにやっていけれたら面白いと思うんですけどね。まあ残念なことにね沖縄っていうのは子供のね学力が全国も最下位をいつもうろうろしてるって言われてるじゃないですか。はいはい、まあそういった中でね私思うんですけど、今岡部さんが言ったこの米軍基地、逆にねそれをね基地は出ていけっていう風にね
顔真っ赤っかにして唾飛ばすんじゃなくて、逆にそこにあるものを利用してもいいんじゃないかっていうふうに私思うわけなんですよ。だってね、他の都道府県では例えば生きた英語に触れるためには、まあ、海外とかに行かないといけないじゃないですか。まあ、そうなると、海外留学1年の費用が150万とかそのぐらいやっぱりかかるわけなんですよ。ところが沖縄っていうのはね、すぐ近くにそういった米軍基地があって、ハウジングエリアがあって、で、チャタンのね、スターバックスなんかに行くと普通にアメリカ人がいてね、英語で喋ってるじゃないですか。まあ、こんな恵まれた環境は私ないと思うんですよね。あともう一つ、基地があったら狙われるとかいうふうに言われてますけど、災害とかね、能登半島の地震とかでもありましたけど、そこに一番強いのは沖縄県だと思うんですよね。その米兵もいるし、自衛隊もいるしという形で、そういうところでの災害に対しての協力体制とか、そういうのもやっぱ県が充実させていって、特にそのね、石川の対応が悪いって言って批判してた人たちは、そういうふうなところのね、災害対策の沖縄をもっとやれっていうふうなことをね、言ってあげても、そういう主張はあってもいいと思うんですよね。まあね、私思うんですけど、まあ、玉城デニー知事をはじめとするね、まあ、オール沖縄の方々っていうのは、もう口を開くたんびに辺野古新基地反対とか、まあ、最近ではまた自衛隊のね、演習場、訓練場を作ることにまた反対なんて言い始めていましてね。本当に私、沖縄の報道を見るたんびに、沖縄っていうのは反対しかできないのっていうふうに情けなく思ってしまうんですよ。逆に今そこにあるものを、利用して沖縄のね、未来につなげていく、まあ、子どもたちのね、学力向上につなげていくっていうことをぜひこれやってもいいんじゃないのかと。まあ、ところがね、タカさん、相変わらずデニー知事は、反基地、反米、最近では反自衛隊までね、なんか言い始めてますよね。まあ、今回のうるま市の新たな自衛隊施設に対しても、なんか、防衛大臣に対して、やめてほしいとか言ってますけども、そんなに自衛隊の基地できないものなんですかね。いや、私、本当にこういったところね、やはり我々、うちのあっちっていうのは、ね、この復帰前っていうのはやっぱり基地とね、基地がそこにあって、その基地を嫌だ嫌だと言わずにね、基地とね、どうにか共存してきたわけなんですよ。それが最近になってそれができないとかね、出て行けって言ってからもう顔真っ赤にすることしかやらないとか、まあ県外からね、今の沖縄を見ると、右手で拳を振り上げて、まあ、左手で輪っか作って、まあ、補助金ねだってるようにしか見えないっていう、そういうふうにも言われてるんですよね。まあ、そうじゃなくて、今そこにあるものをやっぱり、したたかにね、利用していくっていうことがあってもいいんじゃないかと。まあ、そういった中で、衆議院議員の、まあ、宮崎正久先生ですね。宮崎代議士が提唱している、現代版、万国診療プランっていうのがあるんですけど、まあ、これ非常にね、この基地をね、逆に利用しようというしたたかな、まあ、プランでございまして、まあ、県民所得がね、全国と比べてもそんな高くない沖縄、そしてね、米軍基地がすぐそばにこのある沖縄、それをね、いかにマッチングさせていくかと。まあ、そこで導き出されたアイデアっていうのが、そのフェンス一枚向こうは外国だっていうことをね、利用して、沖縄の子供たちを、どん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 ね、そういった交流などを通じて英会話能力をね、上げていこうっていう考えなんですよね。まあ、全体的な学力をね、いっぺんにドーンと上げるっていうのはこれやっぱり非常に難しい。学校の先生方もね、学力の高いところに視察など行って一生懸命頑張っているんですけど、そういった中で私は一つだけやっぱりね、先に全国一になってもいいと思います。まあ、それはいわゆる英会話能力。まあ、そこにあるね、外国という米軍基地やハウジングエリア、まあ、そこに住むね、アメリカ人を、ね、一つのやっぱり、ティーチャーとして活用してですね、まあ、沖縄の子供たちが、まあ、小さい頃から普通に英語を喋れるんだと。まあ、沖縄の子供たちはね、本当に誰でも日常会話ぐらいは普通に喋れるようになったとすればですね、まあ、今ね、この世界の
標準語、共通語というのが英語じゃないですか。まあ、つまり英語がね、操れるようになれば、沖縄の子供たちっていうのは、この狭い沖縄だけじゃなくて、全世界にね、やっぱり飛び立っていく、ね、その後押しになるということなんですよね。まあ、それが、まあ、宮崎正久先生の言う万国診療プランということであって、まあ、過去琉球王国時代に、まあ、沖縄のね、人たちが、まあ、船に乗って東南アジアに羽ばたいていった。それをね、現代に蘇らそうと。そして、その頃の、こういったね、小さな小舟ではなく、英会話能力っていうのを一つの武器にしてですね、沖縄の子供たちをどんどん飛躍させていこうという非常に前向きなプランなんですけどね。私、半吉よりはこっちの方がずっとずっと夢があっていいんじゃないかと思いますよ。まあ、それに最近このデニー知事、なんやまたね、独自外交なんて言って、平和外交うんちゃらくんちゃらってまた新しい部署まで作るなんて言ってるじゃないですか。はい、今求められてるのはこれじゃないっていうふうに私思うんですよね。うん、で特にね、今沖縄っていうのはキャンプで賑わってるじゃないですか。はい、まあ、そういった中で私ね、これ一つ提案なんですけど、デニー知事はね、全国を回って半吉ツアーをするくらいだったらですよ、ぜひね、来年、はい、来年の、大谷選手がいるドジャースでした、ドジャースで、はい、はい、ドジャースの開幕戦、今年は韓国でやってるんですよ。でドジャースの監督っていうのはなんと沖縄生まれ沖縄育ちなんですよね。はい、ですからデニー知事とね、その仲間の皆さん、半吉ばっかりしないで、ぜひね、このドジャースの開幕戦っていうのを沖縄に持ってきたらどうなんでしょう。はい、これすごいね、経済効果もあると思いますし、まあ、沖縄の子供たち生でね、大谷選手を見れるってことになるとすごい励みにもなると思うんですよね。うん、ですから本当にね、もうこういった半吉半米、そして半政府、こんなことばっかりやらないでですね、もっともっとこの沖縄のため、沖縄の子供たちが夢を持てるようなことをね、やったらどうなんでしょうか。まあこの宮崎先生のね、提唱する、まあ現代版、万国診療プランっていうのは、沖縄の子供たちに、まあ小さい頃から、英会話能力をね、つけさせて、将来、この狭い島だけじゃなくて、全世界にね、羽ばたくような人材をね、育成していこうっていうアイディア。そしてね、こういったドジャースの開幕戦を、まあ、沖縄に持ってくる。で、そういったことがね、私、半吉よりずっと大事だと思いますけど、岡部さんどうです？そうですね、なんかもう沖縄にね、大リーグが来るって、ちょっと無双したら夢がすごくありますよね。はい。いや、だって大谷さんがね、うん、沖縄に来て、開幕戦沖縄でやるって言ったら、タカさん、これはもう何が何でも行きたくなりますよね。行きたいですね。それに、日本球界にいた時には実現しなかった、選手との投げ合い、日本人選手との投げ合いも楽しみですし、あと、英語教育、英語の件で言ったら、まあ、宮崎先生の万国診療プランが実現して、沖縄の子供たちの英会話能力が、飛躍的に向上したら、英語教育の中身、日本文科省が進めている英語教育の中身もかなり見回されていくんじゃないかなと思いますね。今で言ったら、なんかやたらと英文和訳とか和文英訳に力を入れられておりますけれども、でもかつて東京外国語大学の教授を務めた若林俊介さんは、英文和訳と和文英訳では、英語力を測れないと言って、その大学の入試から英語、英文和訳と和文英訳を廃止したぐらい、そういうことをやったんですけども、そういったふうに、本当に、まあ、ネイティブと話すときに、使える英語というのをですね、身につけられるような、そういった教育内容に変わっていくことも期待できますね。はい。まあ、実はね、今日ラジオを聞いてる皆さんも、結構ね、まあ、70代前後の方もいらっしゃると思いますけど、復帰前の沖縄って、結構みんな英語喋ってたんですよ。はい。うちの親父も、ね、はい、スラング飛ばすぐらい英語喋ってましたよ、うん。アメリカ人と喧嘩するぐらい英語喋ってましたけどね。うん、あの頃はもう子供ながらにすげえなーなんて思ったんですけど、まあ当時沖縄っていうのはやっぱり施政権下で、ね、アメリカ人がいつも周りにいましたから、
どうしても必要だったんだというふうに思うんですけどね。まあでもこれからこの沖縄の子供たちを、ね、沖縄内向的だって言われてますけど、それをね、日本本土だけじゃなくて、全世界、例えば、韓国にしろ、台湾にしろ、中国にしろ、インドネシアにしろ、ハワイにしろ、アメリカ本土にしろ、どこにね、行っても、英語をね、使えれば、これどうです、岡目さん、英語力っていうのは。そうですね。まあ、ちょっと自分の私事の空手の、知人の空手の先生のお話なんですけど、空手を教えるのは、英語とスペイン語、単語だけでもいいから喋れば、教えられるんだ、みたいなこと言ってたんですけど、はい。でも、この先生、すごいなと、そんなにことができるんだなと、沖縄の人ってそんなことを考え、ね、できる人いるんだなと思ったんですけど、やっぱり、テドコンさんのお話聞いてたら、そういう人がやっぱりいっぱいいたんだなと思うと。ね、いっぱいいたんですよ。だってね、おじいおばあたち、冷たい水のことをアイスワーラーっていうぐらいですからね。普段からそういう英語っていうのが身近にあったんですよね。まあだからこれから国際化社会の中で、やはりそういった語学、英語が喋れるってのはすごい力になると思うんですよ。で、それをね、沖縄の子供たちに、まあ、小さい頃から身につけさせるっていうことになったら、例えば私たちが、ね、海外旅行に行って、自分たちが英語喋れなくても、一緒に連れて行った孫たちが、ね、現地で英語を巧みに操ってね、案内とかしたり、いろんな手続きしたりしたら、これってすごいことじゃないですか？そうですよね。まあ、特にその子供の時代から、そのね、米軍基地のね、子供たちと交流を持って、この時に子供が同士、そのね、話し合わないといけないとか、だから勉強しなきゃとか、来週はね、外国の、米軍基地の子供が来るから、そのためにちょっと練習しようとか、そういうモチベーションで、日々英語を使う、そのね、勉強ができると、それ生の英語だから、そういったことが沖縄の子供たちが率先してできるようになったら、模範になりますよね。そうなんですよね。まあ、ですから、学力ね、全国最下位だって言って、卑屈になる必要はありません。逆にこういったね、宮崎先生のようなプランを実際実行して、英語力はとにかくね、全国でナンバーワンだと。英語のスピーチさせた沖縄の子供たちに勝てねえんだって、そのぐらい私はね、やってもいいんじゃないかっていうふうに思います。まあ、あちら界隈の人は、沖縄の子供たちの平和力は全国一だなって言ってるんですけど、平和力は全国一だって威張られてもね、意味わかんないですよ。やっぱりね、きちんと子供たちの未来につながる、そしてね、その万国診療の時代のように、まあ、沖縄の子供たちがあっちこっちにやっぱりね、飛躍して、そこでやっぱ沖縄スピリッツっていうのをね、定着させていくっていうのは、これは逆に平和にもつながると思うんですけどね。そうですね。とにかくね、反基地反米、ね、反辺野古、こんなことばっかりやってて、アメリカ人とのね、接触をね、させないように、ね、子供たちを基地に行かせないように、アメリカ人のそういったコンサートにも行かさない。そういうふうにアメリカ人からもとにかく話そうとしている今の沖縄の教育っていうのは、これ根本的にやっぱり私見直すべきだと思いますよ。これぶっちゃけ差別じゃないですかね。いや、差別ですよ。でも彼らにしてみたらそうじゃないんですよね。はい。不思議な反差別ですよね。はい。こういったのが実はあります。さてね、今日は皆様に、私のところに、ま、定期的に届く、このアメリカのね、広報誌、ま、大きな輪というね、本から一つね、ちょっと読んでみたいと思います。海兵隊訓練の賜物、国道事故での、二次被害防止に貢献ということで、用心深くあれというのは、米海兵隊と密接に仕事をしているとよく耳にする言葉だ。海兵隊員の多くは日常的に運動や訓練を行っている。昨年2023年8月17日、キャンプ・キンザー近くの国道58号線で6人の海兵隊員が事故後の現場に出くわしたとき、そうした訓練の重要性が明らかになった。事故はアジャ川高架橋近くのアジャ北交差点で、北に向かって走行していた普通車と
平行に走る側道から右折してきた軽自動車の2台が衝突。第3海兵師団第4海兵連隊のアイザック・ A ・ブリティン上等兵と同僚5人はキャンプシュワブからキャンプ近在向かう任務中、2台の車が20メートルほど離れて横転しているのを見ました。ガラスがそこら中に散乱していましたが、誰も彼らを助けていませんでした。私たちはドライバーに車を脇に寄せるように言って、降りてすぐに交通整理を始め、身動きが取れなくなった人たちを車から引っ張り出しました。海兵隊員は2つのグループに分かれて、一方のグループが運転手と同乗者を安全な場所に移動させ、怪我の手当てをし、日陰と水を提供、もう一方のグループが地元の救急隊員が到着するまで交通を誘導し、車の流れをスムーズにするために横転した車を起こしました。浦添警察署によると、この事故で3人が負傷したという。ブリティン上等兵は軽自動車の運転手が足を負傷し、バンに乗っていた3人の子供を連れた女性は重傷を負っていたことを覚えている。彼女の腕はズタズタで骨が見えていましたとのこと。第3海兵師団第4海兵連隊のデビン・M・バック伍長は、私たちは戦闘救命士の訓練で学んだことを実践しただけです、はい、あらゆることをね、こういった訓練で習っておりますと、語りましたということでね。まあこの訓練の賜物で、負傷した女性の出血をね止めたということで、あの救急車が来るまでの応急手当、まあこれでね、あの完璧にやったということなんですよね。まあでもね、本当にあの沖縄で大きな事故とか起きると、真っ先にねそれに駆けつけるのっていうのは大体アメリカ人なんですよね。私も恩納村で車がこのね横転してるのを見たんですけど、その時もね車を止めてすぐ飛んでったのはアメリカ人たちだったんですよね。まあ普段からそういったあの任務の中で、まあ、訓練として、仲間たちを助けるための、救命の訓練何度もね、あの普段からやっているということで、まあ過去にはあの、この餅をね、肉を喉に詰まらせて呼吸困難になったね、あの女性を、ハイムリック法という方法、これもあの米軍の、訓練の中で習うやつなんですけど、それであの肉をね吐き出させて命を救った海兵隊員もいるんですよ。ただ残念なことに、こういったね素晴らしい人命救助っていうのは、タカさん、ほとんど報道されないですよね。もう沖縄西に限って言えばほとんどどころか、私全く見たことないですね。まあこの件についてはね、これあの署の方で、はい、浦添警察署の方で、まあ、表彰もされたということなんですけど、こういったねあの素晴らしいニュースもやっぱりマスコミは流すべきではないんでしょうか。まあ米軍関係のニュースっていうと、毎日のようにね飲酒運転のニュースばっかりがね新聞とかに載ったりテレビで流れたりしますけど、その他にもねこういったあの米軍関係者っていうのは普段から、こういった交通事故の時に人命救助をしたり、ビーチクリーンをしたり、ね、地域のそういったあの恵まれない子どもたちのために一生懸命ねボランティアで、おもちゃとか食べ物をね集めて持ってきたり、そういったねことをやってるんですよ。なぜそういったことが沖縄でね報道されないのか、これ私とっても不思議なもんですけどね。これなぜだと思います？わかんないと言いと、まあ薄さはわかるんですけど、ただね、ぬちどう宝というんですから、その命を助けた行為に対してやっぱり是々非々で評価しないといけないし、それができないっていうのはやっぱりいびつとしか思えないですね。そうなんですよね。まあですから沖縄の報道だけを見てると、まあ米軍関係者は悪さばっかりしてるっていうふうにしか思えなくなるんですよ。まあこれは私はあのメディアの、まあ、沖縄県民がその米軍や米軍関係者に好印象を持たさないために、ネガティブな部分だけをやっぱり報道してるんじゃないかっていうふうに私は思ってしまうわけなんですよね。
まあ、実はメディアの中には、労使協定が結ばれているということで、自衛隊に対して好意的な報道はしないという労使協定があると言われてるんですよね。まあ、そういったのがあるもんですから、自衛隊についてもいいようには報道しないと。ところが同じように米軍にもそれがやっぱり適用されてるんかななんて思うんですけど、まあ、沖縄の報道ばっかりを見ていたらね、本当に米軍やね、この米軍兵士に対してもうネガティブな思いを持つような、そんなニュースしか流されないんですけど、まあ、こういった人助けもね、一生懸命やってますし、ボランティアで海もきれいにしてくれてますしね、まあ、そういったところをもっともっと私たち、うちなんちはね、評価してもいいんじゃないかと。まあ、そういうふうに一生懸命頑張ってるね、隣人たちと交流を持って、そしてね、文化、そして言語のね、そういったものも互いに学び合うっていうのも、私これから必要になっていくんじゃないかっていうふうにね、思うんですよね。まあ、ぜひともね、教育関係者の方々、まあ、米軍のね、音楽コンサートなんかをね、案内しないで子供たちから目隠しするんじゃなくて、もっともっといろんなものをね、子供たちに見せてあげてもいいんじゃないかなんてね、思ってしまいます。さて、今ね、交通事故の話をやったんですけど、最近非常にね、運転のマナーが悪いのも多くてですね、この前見たのは、なんとね、まあ、K の初心者マークだったんですけど、もう方向指示器をつけないでですよ、水すましのようにピョン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 と行くんですよね。で、これは今日ラジオを聞いてる警察関係の方々にぜひお願いなんですけど、最近こういったね、方向指示器をつけないで、方向をね、変える車があまりにも多いです。はい。突然曲がってきたり、目の前に割り込まれたり、方向指示器を入れれば、あ、入りたいんだなっていうことで、車間開けたりもできますけど、そういったことせずにすぐ入ってくるわけなんですよね。まあ、ですから、これ方向指示器を入れないで、車線変更するのは、実はこれ、違反なんですよ。はい。でもこれが取り締まりされたっていうのは全然見たことないんですけど、ぜひね、警ら中の、まあ、警察関係者の方、こういったね、何か自分は運転がうまいと思って、誇示してるのかわかんないんですけど、まあ、方向指示器を入れないでね、こういう水すましのように運転するっていうのは、正直危ないんで、こういったのもね、どんどんやっぱり取り締まりをしてほしい。それと最近私が特に危ないと思うのは、電動キックスケーター。これが道からね、高さん走ってるんですよね。うん、でこれがね、中にはナンバーなしで走ってるのもいたりするんですよ。はい。そして、もっともっとタチが悪いのは自転車。時にはね、車、時には歩行者になって、信号なんか全く守らないでね、やってるのいるじゃないですか。まあね、本土の方ではこういった自転車の取り締まりをやって、違反切符を切るっていうのも出てきてるんですけど、沖縄の方でもそういったのをどんどんやっぱり取り締まっていいんじゃないかっていうふうに思いますけどね。まあ大切なのは、取り締まりではなくて事故を起こさないことなんで、まあそのためにもやっぱりこういった目に余る、ね、運転っていうのは、自転車だろうが、キックスケーターだろうが、バイクだろうが、そしてね、車だろうが、どんどんやっぱり、野中してもいいんじゃないかな、なんて私思うんですけどね。もうどうですか、高さん、走っててマナーの悪い車っていうのは。いますね。あと、交差点に近づくと、右折専用車線があるところあるじゃないですか。で、その右折専用車線に、入る際なんですけども、その右折専用車線、直進車線の、車線をずっとまたいで走ってる車って結構見かけますね。もうこれって、車同士ぶつかる事故にも発展しますし、あと先日自転車で、まあ自分は自宅の近く30分ぐらいウォーキングしてるんですけども、まあ近くの県道、かなり歩道の広い、歩道の幅が広い道路で、かなり歩きやすいんですけども、でもある時、まあ暗くなってからウォーキングしていたら、もう後ろから自転車がもうライトもつけずにビューンと走り去って、怖い思いしましたね。で、この歩道、自転車通行他の標識ないので、自転車走っちゃいけないところ、それで暗いところでは、ライトをつけなければいけないところ、もう二重に違反してますから、こういったのってどんどん取り締ま、捕まえてほしいですね。はい。まあね、こういった自転車っていうのはね、小さな子供たちでも乗ることができます。でもね、
これ私提案なんですけど、これは警察とかね、安全協会で、ある一定のね、講習を受けて、そのね、講習を受けた証明書がないとね、自転車をね、買えないようにする、乗れないようにしてもいいんじゃないですか？ね、道交法もね、全くわからないような人たちが、自転車やね、電動キックスケーターに乗って公道に出る。これって非常に私、危険なことだと思いますよ。ですから、こういったものを購入する、乗るときには、免許ではないんですけど、きちんとね、やっぱりこういった交通安全協会などでの、安全講習、そして最低限のね、道路交通法、例えば赤信号は何、黄色は何、青は何とか、ね、横断歩道ではこのようにやるとか、ね、右と左から車が来たらどっちが優先かとか、こういう最低限のことはやっぱりね、子供たちにもやっぱ教えていいんじゃないんですか？何でもかんでもね、弱者優先で自転車やね、こういったキックスケーターが優先だっていうことで、車の前に飛び出されたら、車運転してるね、私たちは、たまったもんじゃないですからね。こういったところはぜひね、政治家の皆さんきっちりやっていただきたいと思っております。はい、ということで、今日は結構話がね、思いっきり膨れておりますけど、ぜひこういったね、先ほどの、海兵隊員のね、人命救助などもね、皆さんこういったことがあるんだっていうことをね、ぜひやっぱりね、ここに留め置いていただきたいと思います。はい、ということでね、ここで一曲行った後に皆様にまたいろいろね、お話をしていきたいと思っております。はい、本日はね、バブルの頃の曲。はい、今ね、株価が高さん、思いっきり上がっていましてね、バブル期のような様相を呈してるんですよね。もう放送が流れてくるのには高で更新していそうな、そんな勢いですね。そうなんですよ。で、株価がここまで上がるとね、また何かあるんじゃないかなって勘ぐってしまいますけど、ただ私が最近危惧しているのはね、国がですね、はい、まあ、国民に対して、消費を促すんじゃなくて、投資を促してるんですよね。で、投資というのは、これ、得する場合もありますけど、損する場合もあるんですよ。うん、で、ただね、消費というのは、使った分、物となって自分のところに返ってくるじゃないですか。そういったことを促すんじゃなくて、国がね、一生懸命この一般の国民に投資しろ、投資しろっていうのは、私これちょっとどうかななんて思ったりもするんですよね。まあそういった中で、働けど、物価は上がってなかなか給料上がらないっていう、この状況、どうにかしないなといかんなと思っている中で、こういった曲をお聴きください。はい、ということで、今日もね、久しぶりに来たもんで、思いっきり話が、はい、弾けております。どうですか、こういう曲は、おかめさん。久しぶりに来ましたね。はい、懐かしい。24時間戦えますかですよ。はい。バブルの頃はこれが普通だったんですよね、高橋さん。あ、そうですね。でも、働いた分、見返りがあったから、うんうん、ね、働けば働くほど、給料も増えたし、ね、会社の経費でいろんなこともやっぱりできた。だから頑張った分見返りがあったんですよ。うん、今は頑張っても見返りない時代ですからね。はい。頑張ったら頑張ったで、ただ働きみたいな感じでね。で、物価の方はどんどん上がっていく。給料は上がらない。はい。これじゃあね、どんどん消費っていうのは減ると思うんですよ。で、消費が減ると、どんどん景気も悪くなると思うんですけど、景気はいいと思わないんですけど、株価だけがバンバン上がるっていうのは、これ高さ意味わかんないですね。そうですね。まあ、今年からちょっと新NISAの制度が設けられて、その影響もあるのかなと思うんですけども、でも株価で注意しなければいけないのは、メディアが報じている株価というのは、日経平均、225種といって、会社数が225社の株価だけなんですよね。でも日本に会社ある会社ってどれくらいあるんですかね。もう数百万ぐらいあるはずですよ。そのうちの225社だけで、まあ景気が測れるっていうのは、これどう考えても無理あると思うんですよね。でもその点ってメディアあんまり伝えないっていうか、まあ日経平均
のことを伝えるときにも、まあ、株価株価といって、まあ、日経平均225種っていうふうには言わないですね。なんかそのあたりにちょっとあのいびつさが感じますね。まあだからこの新ニーサですか、本当に一般のね、我々国民が持ってるお金をどんどん投資に吐き出してくれなんてやってますけど、これって大丈夫ですか。はい、投資っていうのは必ずしも儲かるもんじゃないですよ。はい、それに国民をね、まるであの、か、あの、追い立てるように、投資、投資、投資っていうのはどうかなと私思うんですけど、そうじゃなくて、ね、消費に持っていくのが大事じゃないですか？消費。私そういうふうに思いますよ。ね、投資よりやっぱり消費拡大が私景気回復のね、特効薬だと思っているんですけどね。さあ、曲の方も、はい、終わりますよ。皆様かなり懐かしいナンバー、はい、お届けいたしました。まあこれがちょうどね1990年の曲でしたかね。まあバブルのね、もう真っ只中、もう最高潮の時にね、まあ、流行っていた曲ということでございまして、まあ1990年からはもうバブル崩壊で日本という国はどんどんズタズタになっていきましたよね。まあ、バブルの頃っていうのは、恩納村のね、いわゆる別荘地、希望が丘っていうのがあったんですけど、まあ、そこではね、次々にね、ログハウスみたいのが建てられまして、まあ、本当に毎日のようにそこでね、バーベキューしていたり、多くの人たちが集まっていたんですけど、まあ、バブル崩壊後、向こうはもうゴーストタウンみたいになってね、住む人もいなくなった別荘がなんかお化け屋敷みたいに、なっていたのをね、私覚えているんですけど、まあ今のこういったバブルのような株価、まあそれにつられてね、まあ国の方も新ニーサって言ってね、国民の尻叩いてますけど、せっかくね、今までもうね、コツコツ貯めてきたお金をそういった投資に回して、もしですよ、ドーンと落ちちゃったらもう、タカさんこれ、目も当てられないですよね。そうですね、投資には必ずリスクはありますから、やったら、投資したからって、みんながみんな儲けられるわけではないんですね。儲かる人もいれば損してしまう人もいるっていう、まあ、そういったところをもうちょっと、注意喚起してもいいんじゃないかなと思いますけどね。そうなんですよね。まあ、今のように株価は上がる、もっと上がる、もっと上がる、なんて言ってね。だからみんな投資しようなんて今の動きっていうのは、もう完全にこれ乗せられてるとしか思わないですよね。これもし、例えば証券会社の社員がこんなこと言ったら、もう金融商品取引法違反でもう罰せられますからね。はい。まあですからね、本当に、ちょっとしたお金持ってるんだったら、こういったものに使わないでね、別なものに使った方がいいんじゃないかな、なんて私思いますよ。まあ、沖縄で言えば、例えば軍用地購入するとかね、そういった方が一番私は、地道でいいと思いますけど、まあ投資には必ずリスクがある。まあ高さん言いましたけど、必ず儲かるっていう話はね、もう眉唾もんなんでね、絶対にこれは乗ってはいけないんじゃないかな、なんて思います。さて、先週から、確定申告の方も始まりまして、まあ、給与所得の他にいろいろ所得のある人たちは、ね、これ申告をしないといけないんですけど、まあ、本当に最近はね、このインボイス制度なんかも始まって、まあ、私の弟のような小さな会社でも、まあ、インボイス登録しないと、取引先が取引をしてくれないと。で、じゃあインボイス登録をすればどうなるかというと、1円単位で今度消費税払わないといけなくなるらしいんですよね。まあですから本当にこういったところはきっちりきっちりね、回収に回ってるんですけど、まあ、最近では政治の方がね、これとは真逆なことをやっていまして、
まあ本当に私の知ってるね、あの有名な政治家の皆さんもそういったのがあったということで、口をあんぐり開けてる次第でございましてね。まあ本題で1500万でした。はい、何ですかこれ、本題で1500万っていうのは。あと何に使ったか分かんないとかね、まあそういったのがあるんですけど、まあ自分たちはね、そういったことをやって庶民にはきっちり1円単位で払えっていうのはどうかななんて思ったりもしますけどね。まあだから本当にサラリーマン、私たちのような給与所得者でもですね、政治家の、ね、収支報告書みたいに仕事にね必要なものは経費としてどんどん認めてくれてもいいんじゃないかなんて、どうです高さん、思わないですか？そうですね、やはり何かするには必ず費用っていうのかかりますから、それをまあちょっと広く認めるっていうのは悪いことではありませんし、あとインボイス制度の導入でひいひいしてるのは個人事業者だけではなくて、もう会社の経理担当の方ももう手続きは面倒くさくなって、それで手間がもう大幅に増えて、まあ労働時間も長くなるっていう、そういった事象も起きてますからね。そうなんですよね。まあこの領収書もね、また 10% と 8% 分けないといけないとか言ってましたからね。いや本当にいらん手間ばっかりをかけさせてね、誰がこれ岡部さん得をしてるんですかね。結局あれですかね、一定中の税金が国に落ちるようなシステムを確立したいということで、そういうふうな、ね、消費税に対してのさ、より厳格な制度を導入してるのかなとか思うんですけど、ただやっぱりそうやってくるとやっぱり国民も余裕もないですし、だからこそ昔はその政治家が不正したって言ってもう億単位で現玉が飛ぶとかそういった話があったけど、その時はおおらかだったのに、今はもうね、それよりはるかに低い額での不正に対してもものすごい国民が怒りまくってるじゃないですか。だからそういうふうに国民をしやめ上げすぎてしまうと、かえって国民の方もささぐれ立ってしまって、社会環境的にもよろしくないと思いますよね。それあるかもしれないですよね。まあ国民はね、締め上げても何も言わないだろうなんて思ってね、もう本当に真綿で首を絞めるようなことをやってると、今度は逆に国民の方も怒っちゃって、じゃあお前たちは何だっていうことでね、10万とか20万でも追及されるようになってしまうわけなんですよね。まあ本当にこのおおらかさっていうのがこの日本からどんどんやっぱり失われているね。おおらかさっていうのはやっぱ心のゆとりなんですよね。まあそれがなくなって、なんかギス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 、もう相手のねミスをねとにかく探しまくって、それをね、あげつらうことで自分がなんか偉くなったような気持ちになるような、寂しい人たちがあまりにも、ね、一般の人にも、政治家にも、政党にも、多くなったんじゃないかなっていうふうに、私思うんですよね。まあ本当沖縄の言葉で、ナンクルナイサーっていう言葉がありますけど、これは、どうにかなるよっていう、そういう楽天的な言葉ではなくて、マクトゥーシーネナンクルナイサーと。一生懸命真面目に頑張っていればいつか報われるという言葉であって、ね、いい加減なことしてもどうにかなるよっていう意味ではないわけなんですよね。まあですから本当にこの政治家の皆さんたちもね、襟を正してですよ、ね、自分のバッジのことよりもっともっとやっぱり国民のこと、ね、子供たちのこと、未来のこと、そこをやっぱり考えてもらえないですかね。まあ特に本来であればですね、与党の至らないところを野党がね、これはね、足りないから私たちこういうふうに考えてるっていうふうに対案を出してね、それをやっぱり国民に提起すべき、それは本来の野党の仕事なのに、まるでね、週刊誌を片手に与党をね、追及するのが今の野党みたいになっちゃってて、それって議員でなくてもできるんじゃないのっていうふうに思ってしまうんですよ。まあ、こんなにね、日本の政治が本当にレベルが低い、本来やるべきことをやらずに、もう上げ足取りに終始している。どうでしょう？皆さん。もうね、国会中継とか見てても何にも面白くないですよね。もうとにかく上げ足取り。与党の政治家のね、至らないところを見つけて、それをね、つっついて、悦に浸るような、そんな野党って、私いらないと思いますよ、正直言ってね。
まあ、そういったことをなくすにはどうしたらいいかっていうのは、獲得議席に応じた質問時間にすりゃいいだけなんですよ。今はね、与党の方が議席多いけど、質問時間ははるかに野党の方が多く割り振りされています。ですから、この多く割り振りされた時間をね、どうやっぱり潰そうかっていうことで、こういった揚げ足取りなんかに使ってしまうんですよ。まあ、そうじゃなくて、多い政党は多い時間、少ない政党は少ない時間というふうにやれば、少ない時間しかないところが、与党の揚げ足取りなんかに使ったら、お前たちはゴシップしかとしか思われなくなっちゃう。本当に真面目なね、国民に響くような政策をね、やっぱり提起する、それをね、やっぱり野党にさせるには、質問時間をやっぱり議席が多いところは多いなりに、少ないところは少ないなりに、少ないところはやっぱり少ないだけに、人の揚げ足取りではなくて、やっぱり国民のためになるね、まともなやっぱり政策論をね、やっぱり展開しないと、ますます国民から見放されていく。せっかく質問時間もらってもね、こういった相手のミスをつっついて、揚げ足を取ることしかしなかったら、どんどんね、国民っていうのは、政治に対しての関心っていうのはやっぱりなくしていく。まあ、今これのね、悪循環はやっぱり続いてると思うんでね、まあ、こういったところはやっぱり、正すべきところは正してもいいんじゃないか。まあ、私も時々国会のね、討論見ますけど、まともな政策論っていうのはほとんど聞かれないですからね。もう揚げ足取りばっかり。こんなだったら国会議員いらないんじゃないの?なんて思っちゃうし、一般の人はどんどんやっぱり政治からね、離れていっちゃうんじゃないかな、なんてね、思っております。はい、ということで今日私戻ってきたということで、結構まともな話になりましたけど、ぜひ、警察の皆さん、方向指示器入れないでね、ピュンピュンやるのは、バンバン捕まえていただきたいなというふうに、私、思ってますよ。まあ、それとね、こういった大きな事故が起きたときに、やっぱり、今アメリカ人がね、駆けつけたっていう話やりましたけど、私たちもね、やっぱり、同じね、やっぱり人として、そういった時には駆けつけて、まあ、救護処置とか通報とかそういったことをぜひやっていきたいなというふうにね、思っております。はい、ということで、今日もあっという間に時間が来てしまいました。ということで、また来週、はい、木曜日に、ワンヌ海、またね、お送りさせていただこうと思っております。はい、ということで、本日の放送、これにて終了させていただきます。タクシーの乗務員の皆さん、ぜひ今夜も一平頑張ってくださいね。ではまた来週お会いしましょう。ということで、本日の収録もこれで無事、完了でございます。まあ、今日はね、この大きな輪というね、この米軍の、はい、これ基本的に海兵隊の広報誌なんですけど、これ、ご自宅、はい、これ読みたい方には、実はね、見えます？これ希望する方はご自宅にね、また送ってくれるんで、もし読みたいなっていう方がいればね、ぜひまた、これ、ネットの方から申し込みをね、していただきたいと思っております。それとこれ、中がね、すごい、面白いっていうか、これすごい勉強になるんですよ。実はね、これ、右のページには日本語、左には英語で書いてるんですよ。ですから、これ英文のね、勉強にもなります。これ英語の好きな方だったらすごいいいと思いますしね。これ、ここに書いてることが英語でこういう風になるんだなっていう、一つのね、これ学びにもなるんで、ぜひ英語に興味のある方はこれをね、取ってみてもいいんじゃないかという風に思っております。はい、ということで、本日の放送、これにて終了します。来週はまた、例の方が、はい、弾けると思いますんで、ぜひ皆さん期待していただきたいと
思います。今夜もご視聴誠にありがとうございました。